西村さん。あ、こんにちは、ゆきこさん。何何、買い物？その袋は本屋かな？あ、はい。ちょっと読みたい本があって。本好きなの？人並みですけど。そっかそっか。そうだ、この後うちに来ない？え？うちの弟は習い事でいないけど。え？とっても可愛いよ。こんな服もらえないです。いいよいいよ、どうせ私のお下がりだし。西村さんが着ないならうちの弟に着せるだけだし。高田くんに。ほんと似合ってる。可愛い、その角度もいい。はい、笑って笑って。可愛いよ。でもあんまり可愛い服を私が着ちゃうとクラスのみんなに笑われちゃいます。なんで？すっごく似合ってるのに。だって私死神ってあだ名で。そのかっこいいあだ名じゃん。それにそれって服着るのに関係あるの？遠慮しないで着たい服着ればいいんじゃない？それでもし意地悪されるようならうちの弟に助けてもらえばいいからさ。でもそれじゃあ高田くんに迷惑が。いいよいいよ、一番楽しんでるのあいつだし。それに太陽、家でもよく西村さんのこと話してるんだよ。え、しかも西村さんのこと話すときすげえ嬉しそうだから。これマジだから。ありがとうございます。しかし本当に可愛いな。早く太陽に見せてやりたい。本当に可愛い。